やばいなと思って、まつげを上げてアイラインだけをたしました。おお、やば。こんばんは。やっほーやっほーやっほー。やばい、こいつめちゃ服をかけてる。やばくない？今日怖かった。何時だったっけ？11時か。11時？すぐ忘れる。11時です。本人より主張が激しいソファーですねってどういうことですか？わかんない。どういうことですか？なんか言いました。こんばんは。こんばんは。そう、明日ホームルームですよ。そうだから今日一緒にいるんですよ。やったぜやったぜやったぜ。明日は放課後ホームルームなので、今日はいちごと一緒に、いちごと一緒っていうかやらせてもらってます。そう、りさくもさ、ちょっとさ、ちょっともうちょい後でいっか。来られたら明日の何人来てくださるかを、お名前とかをちょっとご確認したいので後で聞きますね。把握しましょう。うん、把握しよう。なんかいやもう本当に寒くない？寒くない？ちょっと寒くなるよね。よかった。2回鳴ったよ。2回押した。2回押すの。よいしょ。ふう。待って、今りさこさ、心の中でコメント読んだった。どういうこと？声出してなかった。どういうことかな？待って、ごめん。今ここ、ちょっと待って。声出てなかった、今。やっほー。ね、前髪どう思う？うん、ちょっと待ってよ。かわいい。適当やん。思ってるよ。だから一緒にちょっと。今日も明日もいつも一緒の北清水。そうだよ。よ。今日も明日、ね。よ。あと、そうだ。ここ来てない。大阪の、さっき大阪言わせて。大阪言って。大阪の、炭酸飲むなよこんな時間によ。乾いたの。大阪でお話し会、浴衣を着てやるのが申し込みが明日か、明日のお昼の1時までなので、もし申し込まれてない方は来てください。よろしくお願いします。こうした。ほっぺが太った。ほんまにやばい。痩せろ自分。ちょっと冷たいこと言ってほしい、みんな。いちごちゃん明日よろしい。そうだよ明日。すいません、テロップは書いとこう。テロップは同じとこで2回見つけたんだけど、今のやばいね。明日はいちご、あ、いちやっほーと、あ、もう始めたの？始めてないよまだ。とよろしい。フライングしてもいいんですけど、ね、ね、明日はいちごとよろしくね。来る人オッケーオッケー。どこにメモったっけ。放課後ホームルームってどんな感じ。どんな感じなの？わからないです。私もわかんないんだよね、初めてだから。でも2人でなんかペアでやるやつ。そう、いちごの家にいる。この後鬼滅、あ、今日鬼滅か。やばい、やばい。ちょっと待って。ちょっと、そうちゃん、やばいやばい。録音して録音して。10時から10時から10時15か20ちょっと待って、一緒に撮って待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 って、さ、録画したいからさ、一瞬だけミュートにしてもらって。あ、ミュート。テレビの音が一緒に入るかも。これここだよね、うん、一瞬一瞬知ってる。待って、これ待って待って。はい、完了でーす。待って、鬼滅見よっかな。やばい、見なきゃ。めっちゃグロいよ。グロい。最近やばい。
最近ちょっとやる気ある。待って、情報量多い、情報量多い。え、15分からだわ。え、じゅ、え、ちょ、見よっかな、鬼滅。え、みんな鬼滅見ようぜ。え、やばいやばいやばい、ちょっと、え、ちょっと着替えるよ、どうしよう。炭治郎にならなきゃいけないんだもん。大阪についてさ、なになになに、え、今日、今日無理、今日剣だけ用意しよう。剣どこやったっけ、私。え、りさこも剣もどうか。ね、2本ないのよ。あ、りさこ、りさこだろう。ダメだ。これかける。ん？ほら。みんなスクショタイム、今日のスクショタイムは竹を持ってる。え、こっからさ、テレビ見える？ちょっとここやばい、こ余裕で見える。かわいい、これ作ったん？え、作れるよとか言って作り始めた。天才やん。あのさ、非常に申し訳ないんだけどさ、もうちょっと左に寄っていただけたりとかって可能だったりします？ Yes。 机がさ、あ、でもこれやったらガタッとなるから。え、ちょっとそこ押さえててもらっていい？いくよ、うん、いくよ。いやー、いった。事件やめてもろて、すいません、うるさいよ。ね、本当にごめんなさい。あ、これ、これ、あ、でも、あ、ちょっと、あ、これやばくない？見て。いい、いい、え、これ、これでいいか。大阪行けないので放課後も飲むの。えー、いちごちゃんにもありがとう、来てくれて。大阪行けない、そう、遠いもんね、大阪。急にそう。ありがとう。あ、え、放課後ルーム、あ、そうだよね、言っとった。かぐや姫廃棄で一緒。あれ、リチャの配信だったよな。え、だよね、それな。確かにそう見えるかも。北清水と何するの？何する、明日お話か。え、でも絶対うるさいと思う。放課後ホームルームや。放課後ホームルーム絶対うるさいと思う。本当にマジでうるさいと思う。お、怒られそう。ちょっとうるさすぎって。やばい、鬼滅のこと忘れてた。もう最悪。え、どうしよう、鬼殺隊になるか迷うんだけど。ん、今から鬼殺隊になるのもな、しんどいよね。エキさん、リッチありがとう、初見。あ、いちごのお宅で、あ、あ、そうなんだ、かいわれさんね、ありがとう。ヤッホー。え、昨日さ、なんかお伝え、りさこのことなんかお伝えください言ってた方でね、昨日見てたからさ、みんなずっと昨日星全部投げてた。飛んでたもん。そう、かわいいやろ、ずっと飛んでた。そう、ひょっこりいちご。あ、そうだ、タレさんとさ、インパルスさんってさ、関西だよね、確か。大阪来れたら来ていただくこともできるよ。放課後ホームルームとオンラインお話し会って別物？そう、別だね。なんかしたことある人。放課後ホームルームはなんか二人一組で、なんかりさこはこいつこいつ言った、ごめん、こいつって言いましたか。いちごとやるんですけど、お話し会は個人で一人ずつお話をするやつです。あいよ、そんぐらいなら大丈夫。ここが楽しめるんだよな、もうちょっとこっち。待って、りさこ充電やばいかも、携帯。え、それはやばしなんだけど。待って、任せて。ごめん、任せてって。よいしょ、よいしょ。昨日イチゴの配信、リチャがずっとピョンピョンして、やったやったって何。じゃあリチャがずっとピョンピョンしとこう、これから。こんばんは、すごい覚えられてる、冗談ずんずってください。それで竹で お釣りですか。おい、おい、おめでとうございます。おはよう、おはよう。いちごちゃんに釣られたらごめんなさい。いちご釣るの？明日は釣らないよ、釣らないよ。言っとくけど釣らないよ。えそこ、ごめんね、明日釣ってって言われても釣らないよ、りちゃこ。はい、ありがとう、ね、大好き、ありがとう。大好きな人、幸せになれ。結果的に数秒間と予想するからさ、うん、数秒数秒じゃないよ、全然。何の話？お話会かな、分かんないけど。え、ちょっとさ、炭治郎感を醸し出していきたい人生だよね。うん、兄ちゃん毎日メールありがとう。おー、見てくれてるの、嬉しい。こちらこそ見てくれてありがとう。なんかリサコのメール取っちゃおうかな。寝る？リサコのメール取っちゃおう。え、リサコも一番取ろうかな。取っちゃおう。メールね、なんか最近食べ物が多いんですよ。マジで本当に2年ぶりぐらいにラーメン食べたん、昨日。最高、ガチで美味しかった。最高。明日はいちごと放課後ホームルーム、よろしくな、よろしく。11時過ぎてた。キットさんも来てくださるの？え、知ってる、あのね、うん、うちは作ってくれた。いちごの、そう、
しかもいちごちゃんと4つまでしかあしらわれてない、重くない？いい方、始めます。じゃありさこもお願いします。あ、いちご始まるよ。取った、りっちゃん、ごめんなさい、本当に遅刻遅刻、やっほー。なんかでもここの汚さが露呈してるけど大丈夫かな。まあでも大丈夫、みんないちごの方行かないでよ。え、来て、ズームの画面にファンの顔がずらっと、え、どうなんだろうあれ。うん、あの雨のやつどうなんだ、フラペチーノさん雫みたい。でも多分一人ずつ、え、一人ずつよねファンクラブって。でもわからない、ちょっと本当にわからない、誰か参加したことある人いないの。やったことなくてどうなるかわかんないんですけど、え、どうなんだろう。え、でも多分気まずい、気まずいな、リーチと思うんですけどね。こんばんは、やっほー。そう、今日マンホゲがやばいの。2年ぶりは持って、いやガチでリサ子スミジローやでいい、本当に食べてない、もう体調、ね、太るの気をつけてってとか言って最近マジ太ったからマジでやばい、もうマジでとても怖い、ごめん。この1ヶ月で一輪糖が、あ、ちょっと静かに、え、無理です。この1ヶ月でガチで痩せるわ。こんばんは、こんばんは。本当に太った、テロップ書きましょう。あ、15分まで、どういうこと15分まで、鬼滅15分からですよ。オッケーオッケー。明日どっちの部も行くので話そう、ありがとう、通知来たね。え、明日放課後、あ、そうなんだ、カラオケ推しさん来てくださるんだ、嬉しい。俺もしなきゃ、カラオケ推しさん、カラオケ、カラオケな、カラオケ推しさん、カラオケ、ありがとう。こんばんは、いちごへ流れて、ダメですね、ズームの分、あ、そうなの、分割だって。こんばんは、あれか、あ、分割だって、ちゃんとなーちゃんなんとかさせる、ここにおるで。嘘やな、ダブル、ダブル、あ、ファン一人、え、一人ずつ、一人ずつなんですか。元一で配信、そう、今日はソファーに戻りました。今朝一番の配信始まったから戻ったで。何に2対1でボコられる、え、ボボコ、ボコロ、え、こんにちは、あやばすぎでしょ、チキンラーメン、うん、え、インスタントも食べないかも。ポスター増えてる、ポスター、あ、塩ラーメン食べた、なんてあざ、なんかマリちゃん、そういう油の、油が含まれてるラーメンを食べるのは2年ぶりぐらい。インスタント、なんか出来たて、作りたてを食べることはあんまりないかも。一瞬、おっと、大丈夫そうか、大丈夫そうですか。え、今日さ、今日試合見に行くって言ってたっけ。2人の配信にまだすると、お隣の可愛い子ちゃんはどちら様、おい、誰だよ、誰だよ、誰だよ、映り方よ。ちょっとこの方です、清水梨紗子と言います。あ、ちょっと猫かぶっちゃった、清水梨紗です、すいませんね、梨紗と言います。後ろに煉獄さん、え、いないかも、怖い、何が見えてるの。え、待って、そっちの角度のが漏れる、うまい、そうだよ。うん、リンゴさん、このあのせん、なんかレインボーセンターさ、いつもに声でかくない、すいません、最近声でかいの、リサ子いるからですよ、いつも声ちっちゃくないで、いちごがうるさいから、今日はなんとか、いちご声でかいからちょっと遠慮してる、すいません、でもなんかすいません、明日対戦よろしく、よろ、たいよろ、たいよろ、ザワくん、なんか私ザワくんって呼ばれたんだけど、どういうこと。明日楽しみね、明日来てくれる、いちごちゃんの日輪、え、ちょ、一回日輪と思ってみたい。はい、はい、もうおかしいんだけど、さりげなくそういるんです、みんな悔やんでもずっと眠れ、今日のスクショタイムお願いします。ねずこ、ねずこ、あれ、ねずこどこやった、ねずこじゃない、竹、これ、これ人間でもいけるんかな、私が作り上げたやつ、やばい、いけない。ねりさこ見て、おい、みんなねりさこ見て、ユニバやん、ここから下行かない、今日試合見に行って、やって、その後トーカーさんいて、あ、そうなの、楽しんでる、絶対二人でやるの間違ってるよね、間違ってる、やばくない、離れたとこでやる、え、悲しくない、え、でもさ、見るじゃん、え、もう一応音量下げようね、え、マジ下げよう、え、何時までやるとか決めとる、え、決めてない、気まずい、清水さんこんばんは、やって、はじめまして、こんばんは、好き、好きね、清水さんはじめまして、明日よろしく、あ、そうだよ、明日来てくれる、うん、キューさん調査してよな、今清水さんも一緒に鬼滅見るの、見ちゃう、うん、見るって、明日が楽しみすぎてドキドキて、山盛り白ご飯4杯も結構食べてんな、言ってんな、結構ちょっとな、何でそんな食べたんって感じ、今日は2人、そう、明日ね放課後なので、ちょっと
一緒にいます。初見です。嘘です。タコパ？隣のタコパはしてないかもです。隣のイケメン誰ですかって。誰だよ誰だよ。声量とそれな普段と逆転だよね。多分リサ。よろしくよろしく。リサ子の方がでかいんだけど。楽しみ覚えてる。喜んでるから。でかいんだよ。明日放課後ホームルームよろしく。こちらこそ。明日はこんな感じになるのか楽しみ。明日もさ赤アフロ楽しみしてて。赤アフロじゃないとわからんかも。レイコちゃんの配信の順見たらステレオ2カ国放送に聞こえる。レイちゃんこんばんは。今日も可愛い。違うね。レイちゃんそう。ありがとう。暴れん坊将軍。ヤッホー。え、上様。リワイ鬼になってもリちゃんには。へえ。昨日のミサゴ意外に弱いで。部屋の答え。あ、弱い。何今さ。強いって言おうとしたよ。そう強いで。びっくりしたもん。リサ意外に弱いでって言ってた。リサ意外に強いで。なんだっけ。どこまで読んだっけ。あ、昨日の部屋の答え。1回。1のセリフなんです。1の呼吸じゃない。なんだっけ。なんとかの呼吸。1の方。もう言い方ちっそう許せないな。これだから。じゃりさこ一人配信してみよう。じゃあこちら配信を。どうも。どうも。危ない落ちる。どうも。あ、コメント止まっちゃった。ねえ、やめて。誰だよこいつって思う。清水こんばんは。清水様やった。清水って。HRM から来ました。こんばんは。佐々木さん、エイジごと話したい。浮気しないから安心して。え、でも一人やん。大丈夫そう。頑張りちゃん。大丈夫そう。頑張りちゃん。ボリューム上げました。ドキドキする。ちなみに明日は外からのロケで参加。そうなの？じゃあ横からどれぐらい鬼滅好きなのって。いちごほどじゃないよ全然。確かにやめてもらえますか。なんかこっちはガチでやってるんですよ。ガチすぎだろ。あの何やったっけ。あ、そう、明日外からロケすごいね。じゃあちょっと変えた。え、変えたの。明日見せていただけるじゃあひょっこり。そう、こんばんは。なんとかの呼吸。頑張りちゃん。間違い。オタクあるある。こんばんは。え、みんな今日見ましてじゃないやんな。今日じゃない。あ、ちょっと待って、最後にさ確認させて。明日緑君のヤフロ。明日いちごと放課後ホームルームやるんですけど、やるんですけど、来てくださる方をもう一回把握しておきたくて。道が許さない、許さないよ。来てくださる方いらっしゃいますか。ガチすぎる。ガチを仲間に入れよう。京都、うん。なんだっけ、京都は目の前で福島先生がポジ変してくださ。おっ、やばいじゃん。え、どうしたん。結局どうしたのか知りたいの。かいわれさん、かいわれさんメモした。え、もうメモしてある。ありがとう。かいわれさんと、うん、カラオケ推しさんとちゅうちゅうさんもでしょ。メモしたこれやで。ちゅうちゅうさん4枚にも言っちゃってる。ありそう、すごい。明日見せる。え、見よう。今日はストロベリームえ、そうなの。今日めっちゃでもさ月綺麗だったから。え、ストロベリームーンなの今日。おっと、私やん。さ、山さんも行くって言ってたよね。え、山さん、うん、山さん、山の山さんでした。山の山さん。あとは、うん、え、でもね、言ってない。清水さん、釣られそう。おっと、釣られそう。おっとっと、キュウさん、おっとっと。ちょっと、どういうことですか。ホームランきっかけに、リサ子に推し変したらどうする。え、でもさ、ゆうな推しやん、言うて。なりちゃんさん、はじめましてだけど行きます。なりちゃんっていう方。あ、もうね、メモした。え、いちごのファンの方。え、気まず。え、でも大丈夫、ありがとう。名前読み上げられるの草。確かに名前読み上げるの気まずい。あ、ごめん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 、言わない方がいい。方、隣のルーム見てたらめっちゃ呼ばれた、ね、おっと、呼ばれたからドキドキしちゃってんじゃないの。テンション高すぎたの。これうざいよね。うん、気まずい。はじめまして、はじめまして。ズーム本名で登録したけど名札つけとか。え、ありがとう、マジでわかる。で、そうだ、本名じゃなきゃダメなんだよね。仕事違って清楚なんて。どういうことどういうことね。待って、すいません。はい、ボリュームちっちゃくておとなしめでいきたいと思います。はい、すいません。これ読んでもらえますか。あ、これ読んでもらえますか。いちごと違って清楚な感じですね。清楚な感じですね。どういうことですか。いろいろどういうことですか。いろいろ方向性が違います。クラシックバレエを11年間やってました。踊れます。ちょっとスタングルですかね。うん、Q さん、かわいい、ありがとう。かわいいもらったの。おい、 DD は放牧、放牧平日なの。帰ってこなくなるの DD。 いや、そうだよね。帰ってこい。平日だもんね。下ろしたけど。そうだよね。でも来てくれる。やばいじゃん。え、組虎さんで来てくださるよね。来るの。
え、わかんない。来てくださる？わからん。あ、来てください。ごめんなさい、ごめんなさい。気まずい、気まずい。そうなの。へ、あ、忙しいって言ってたっけ。え、両方に伝えないと。よく乗り切ったね、今日。ちゅうちゅうさん、安心してください。押し返しませんよ。増えるだけ。そう、だから私は増えるのは許せるの。でも、明日リサコって呼んでもいいよ。申し込み忘れたの。お、リサコで。そう、そうかもしれない。バレてしまう。ゆなちゃんの旦那。あ、違いますよね。あの、めっちゃ断られてるの見ました。何これ。清水さんは追試ポテンシャル高め。え、全然。いちごとリチャどっちが清楚ですかって。え、でもなんかどうなんだろう。お巡りがないから。あ、そっか、今日なんだろう。お巡りないから、まあいける。こんばんは。仕事だから。そうなんじゃ、お仕事頑張って。全然謝らないで。可愛い。送る。おっと、頑張って。清水さんへ。可愛い。だって Q さんが。え、 Q さん、清水さんへ。え、でも尊いもくれた。え、結婚して。え、すいません、結婚はちょっとちょっとあの契約違反でクビになっちゃうかもしれなくて。え、クビになりたくないので、ごめんなさい。ちょっとお断り。気まずい。ね、ね、ね、いちごの定型文、りさこの部屋に使われてるんだけど。おもろすぎる。いちごルームから来ました。かわいいですね。いろいろ違うよ。ナさん、ありがとう。いろいろ違うよ。こんばんは。本当ですか。りさこさん、明日よろしく。よろしくやって。こんばんは。よろしくお願いします。そういえば、名前と、多分本名のみの表示。え、本名のみの表示。ね、さ、テープ変えようよ。なんで？明日放課後ホームルームりさこだけそこにさ、よろしくねって感じでさ。明日見るの、鬼滅を。すごい、おがパーティーしてる。やっほー、こんばんは。今日もかわいいよ。あざ、今日はメール見ましたか。こうやってリンパ流してる。メール見てくれた人、なんか肩幅やばい人みたいになる。あ、始まった。始まってないやん。あのね、なのに、ちょっと待ってね。待って、今さ、始まったと思ったらさ、CM かよ。気まずい、気まずいよ。やばい。何、今のさ空気何だったの。気まずいな、ごめんな。かわやって、ありがとう。鬼滅放課後ホームルーム、違うんですよ、そういうつもりだなくて。爆笑。気まずいよね、ごめん。気まずい思いさせてごめん。今のはりさこが悪い。なんで。だってりさこ始まったとか言うけど全然 CM だったんだけど、うん、それな。鬼滅の推し誰。え、こんばんは、お疲れ様です。うろこだきさこんじさんです。じゃあジャムおじって呼ばてる。いちごから。え、いちごから。フライングゲット。ジャムおじって言ってる。リサコのこと、うん、言ってる、言ってるっぽい。ジャムおじって言ってますね。フライングゲット。気まずざわさんの。ちょっとうろこだきさんっぽいの見てもらえますか。メール見たよ。会社さん、ありがとう。ほぼ同じ画角です。すいません、同じ画角で。あのさ、もう写真撮るのがさ、なんか忘れちゃうんだよね。写真ないのよ。だから写真撮ろうね、後で。うん、撮ろう。うわ、おい、なんや、一緒から見る。推し渋い。かいわれさん、かわいい。ありがとう、ありがとう。見逃しとるやん。見逃しとった、ごめん。うろこだきさこんじさん、推しです。ありがとう、かわいい。明日楽しみに待ってます。絶対に結婚しようね。しないかもしれない、ね、ありがとう。まず、え、気まずいな、ごめんな。一番上の目をつむってる写真、よかった。あ、眠いってやつ。お母さんもありがとう、チューリップ。眠いやつ、ありがとう。まず隣の子、明日よろしゅう。あ、やったよ。かわいい、かわいい、ありがとうございます。ちょっと無視されたね、どうする。あ、始まった。あ、来た。すごろく前日ね、来たね。フライングちゃん、ホームルームいけない代わりにいつかリアルのお金が。ありがとう、クミトラさん。じゃ待ってます。ありがとう、待ってますよ。こんなに呼ばれたら嬉しい。かいわれさん、ありがとう。全然だよ、かわいい、ありがとう。おのぴーさん、かわいい、ありがとう。期末配信待ってました。今日マイケル先生ください。あ、行ったの、いいの。ありがとう、おのぴーさん。そう、し、うん、やった。待って待って、あのさ、言っていいかな、あの、言っていいかな。何が。えそこにさ、LINE したやん、気まずいって言って、うん、そのこと言っていいかな。言っちゃったら。言っていいかな。うん。そう。あ、待って、出せるわ。ちょっと待って、ちょっと待って、すいません。すいません、はい、すいません、ね、ごめん、どこまで読んだかな。こんばんは、全員通し。いさこちゃんは、いさこちゃん推しはペンライトの代わりにジャムを持って。そう、ジャムを持ってたらいいらしいよ。
ジャムの瓶を振ります。いちごルームから来ました。ソファー最後、え、みんなソファー推し、地上波だけのアバンビンゴの神さんっていう人いらっしゃる。あ、そうだよ、来てくれるんだよ、ほぼほぼ。ありがとう。でも言う直しやったん、言う直しですよ、ね、そう、作戦会ちょっとミュートリサ子久しぶりに使いこなしてる。え、しゃべ生誕祭行ったの？会場に行ったけど入ってはないってこと？そう、私今日さ、みさこのさ、今日のメニュー電車に乗ってたの。今日電車に乗ってたらさ、前斜め前ぐらいの方がさ、本当にやばいんだけど、マイキューさんのさ、あのグッズ、でかい中村マイって書いてあるグッズを持ってて、おーってなった。マスカラを上げてアイラインしか引いてないんですよ。逆に今日こんなとこじちゃうな。だからイチゴがでかいんだよ。え、分かった。え、ガチででかい、本当に。ああ、本当に。あ、始まった、始まった、始まった、善逸始まったよ。伊之助、鬼滅始まった。わ、待って、なんで血なの、どうした。え、鬼に襲われてるの。ちょっとリサ子なんかさ、隣抱きつくもの欲しい。ちょっとなんかクッション、クッションない。あ、でもちょっとダメだわ。あ、これ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 、あ、怖い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 、じゃあこれじゃこれじゃこれ。隣にいるのは清水リサ子ちゃんです。可愛い瞬間多いからツイッター載せる。え、そうだよね、ツイッター載せてくれてるよね。あ、オープニングだ今。あれ、オープニング、オープニングどういう感情。ツイッター見てます。業務調整、そう、すいません。あ、やばい、間違えた。もうじゃあテレビに夢中してる。顔悪かも。あれじゃない、あの、聞いてないですね。さんってさ、あれじゃないの、あの赤アフロなんだよ。なんやっけ、赤アフロなんだっけ、ごめん、思い出せない。すっごいおしゃれ。水の呼吸、赤アフロだって。そう、すごい、水柱。地毛、地毛か。あ、地毛じゃないの。あ、地毛じゃないの。あ、そうなんだ。地毛やばい。違う、水柱の人の名前なんだっけ、思い出せなかった。リチャの配信もイチゴの配信も見てるからどっちにするか、むずい。イチゴジャムの瓶だったら北清水推し、意味わかんないです。あ、確かに、イチゴジャムを送りましたら。これも見てきた。あ、見てきたの。本編来た。トウカさん行けた。あ、トウカさん行ったよ。はじめまして、こんばんは。こんばんは。始まった、鬼滅。スミジロウ、スミジロウな。やっほー、こんばんは。狼人間、狼人間、狼人間。イチゴの呼吸、いつの方。清水さんはなんて呼び方なら許してくれます。リチャ、リチャーです。今日こそはツイートするつもりが立ったまま寝落ち。え、どういうこと、立ったまま寝落ち。リチャ、こんばんは。もう、え、ちょっとパニック。こんばんは、キヨニさん、お会いできて嬉しいです。え、ありがとう。え、ちゃん、わざわざ日本語にしてくれたの、ありがとうございます。ありがとう。その今日ソファーなんだよね。当分清水さんと呼びます。だって清水さん距離できた。いちごのオタクです。ドキドキ。え、でもさっきつられかけてましたね。明日は仕事の休憩どですか、必要になりそうだけど。どこですか。全然だよ、ありがとう、待ってます。ヒューさん、お手紙ありがとう、嬉しい。お手紙、ヒューさんありがとう、お手紙。イエーイ。え、あ、 CM だった。他のグループのライブ中に寝落ちしてました。え、ちょっと気まずいんじゃないの。ごめんなさい、全然だよ、ありがとう、来てくれて。気まずいんじゃないの、それは。じゃあ高さ変えてもいい。高さ、あ、もう一個こっちして。ちょっと誰だよ。なんか乗せるのいる。いる。あ、待って、ちょっとなんかあった方がいい気がする。なんか、あ、やらかしそう。ちょっと待って、ね、ちょっと待ってください。うえ、うん。ちょっと待ってもろて。これから、あ、でもそっか。おやすみミンゼミ、おやすみ。あ、もう夏の季節か。え、ちょっと待って待って、さっき作戦会議してた時のリチャの口で清楚すぎて。何してたっけ、リサ子。口に手を当てる。あ、イメートス、あ、それがこうやってやってたこと。そうでも意外に清楚なんですよね。ありがとう、ありがとう。ウエットディッシュ、ウエットディッシュ最高。ありがとう、ありがとう。ただいま、どこまで読んだ。頑張りちゃーん。いちごちゃんメール見、え、たまに見るよ。あのね、なんだっけ、リアルタイムのやつで見て。放課後ホームルーム。さく、かわいい、どういうことですか。無事に繋がりますように。ウチャー、いちご、こうこうこう、繋がるよ。こんばんは。刀リサ子つついてる。え、そう、あの鬼の可能性があるから、ちょっとこういう、こういう感じでやってます。うおはみみんぜみ、あ、始まったですよ。始まった。みんな鬼滅見てるの？うちあじさい、ありがとう。鬼滅見てる？しー、ありがとう。間違えちゃった。ありがとう、うちさん。うん、明日待ってます。かわいいや、けいさん、かわいい、ありがとう。かずさん結婚して、ありがとう、ありがとう。かずさん明日来てくださるんだっけ。うん、たこや、ありがとう。隣のおっきいの、なんかいつもはこんな大きくないんですよ。本当、
つもこんなに大きくないんですけど、本当にこれでもこれでもリサ子がいるから、ちょっとリサ子がいるから多分勘違いかも。え、明日の見てください、絶対。やばい、みんな鬼来た、鬼来た。ちょっとちょっとさ、本当に声違う、本当に違う、鬼来た。もっといつもちっちゃいの、鬼来た、本当にみんな鬼来たよ、どうする、みんな鬼来た。二人はどんな服着る、こちらは楽しみだ。鬼来た服ね、そうなんだよ、メイク言い方が辛辣、確かに。へえ、迷うな、存在そのものが神、え、なってて今日配信で、はい、そうなの、あのさ、メールがさ送れなくて、10時以降送れなくなっちゃって言えなかった、ごめんみんな、明日話し合う大丈夫、言わなくなるからガチで、え、マジで本当に大きい、今日宇部空港、はあ、バラ、え、宇部空港今バラ並んでるの、見たいな、リサ子も、みんな参加できる、鬼来た、鬼来た、カズさん来てくれる、あ、メモします、ごめんごめんごめん、リサ子やるよ、いや大丈夫です、ありがとう、ごめん、ありがとう、待ってる、いちごとリチャ仲いいのね、そう仲いいんだよ、リチャは実はちゃんとしてるってことはさ、いちごちゃんから聞いて、何答えます、まあ、一応ちゃんとしてますね、トンノさん、やっほー、やってた、気がつかなかった、全然だよ、リサ子今日いちごの部屋にいるから、お、すごいすごいすごい、え、すごいすごいすごい、おーおーおーおお、気持ち悪いかも、あとツイートする、ケケジュツ来た、みんなケケジュツ来た一番かっこ人形一番引きの刺客がお前を骨まで食い尽くす、私の作品の一部にしてやろう、だってやばい、どうするみんな、バラ大好きだから、どうしよう、ありがとう、ちな、あ、待って、どこまで、隣の人は人間、めっちゃボブみたい、これボブっぽくない、髪ボブ、ね、見て、ボブっぽくない、ボブ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 、ほら、ボブ、うん、だね、できた、見てたもんね、スクショタイムする、はい、あ、見てたの、え、どういうこと、鬼滅にするってこと、怒った、かっこいい、鬼滅に夢中、心がおろさ、ここをおろさかに、今週、今月は作画がやばいよね、やばいやばい、マネしよう、マネするね、嬉しい、ありがとう、なまってる、SNS もなまったよね、ごめん、え、そう、めっちゃ鬼滅夢中ですね、今は倒してる、倒してる、 再現するね、再現する、ボブしとこう、再現してる、ね、待って、なんで刺してんの、ちょっとね、ね、待って、ね、待って、信じられない、何してんの、雷の呼吸きた、やばい、加算しぶき、あー、みんな来たよ、クッションもその色、そうだよ、おそろ、いちごやっほー、違う、リチャー大事、ごめん、あ、え、お、すごい、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、あ、脱皮か、え、びっくりした、え、あれさ、前さ、リサ子見たよ、あれ壺の中入って食べられたでしょ、うん、おいおいおい、どうなっちゃうんでしょうか真の姿を見せてくれるって、熱血テレビ思い出す、初見です、嘘ですね、こんばんは、オーディションの時見てくれて、めっちゃ恥ずかしいんだけど、テレビ見ながらなんか言ってたの、この姿を見せるのはお前で3人目、結構いる、確かに、生きていられた者はいない、おお、ほんとか、3人目、じゃあ私たちで4人目だねえ、何が起きてるの、結構いる、それな、やばい、え、なになになに、おーおー、うわー、じゃあこのシーンの姿、ちょっとそれはまだ誰にも見せていない、何言ってるの、0人目いやー、目が痛い、ああ。ちょっと飲み物、あ、やばい、映りそうになった、やばい、3人テンション、え、マジでそれな、絶対テンションやばいと思う、ノールックで日輪、え、やばいよね、ノールックで日輪刀刺してくるんだよ、もう死ぬやん、こっそりおしまし、かいまりさん待ってる、来てくれるの？だったらめっちゃ嬉しいんだけど、明日も来てくれるよね、かいわれさん、え、え、さあやんかいわれさん、ありがとう、大阪待ってます、だって4人目やん、だって見たよ、え、みんなも4人目だから5日までなので、申し込みまで行きます、ダイヤモンド、ダイヤモンド、かわいい、やった、どこと疲れが、全然だよ、来てくれるだけでありがとう、大人アイドルはそれな聞いたことない、りっちゃんテレビに、カズさんかわいい、ありがとう、こんばんは、こんばんは、カズさん、みんな鬼滅見てる、かわちい、みんな鬼滅見てるかい、見てますか、ヒーターの部屋行ってた、なんか参考になること、え、インパルスさんってさ、大阪結局どうなったんやっけ、関西、え、すごい、めっちゃ腹筋バキバキ、予約した、何が、2人とも上の服一緒、え、ねえ聞いて
これさもうごめんなさい映っちゃってごめんね、あのリサ子今がリサ子のルームでいるから気にしないでもらってごめんなさい。あのねこれ着てるやんか、これ着てんだよ、なんか見てる自由のめっちゃなんか可愛かったヤッシーさんやんけど新品で今日着たの、ヤッシーさんやん、さ今日さまあ、まあ、えちょっと一回ミュートしていい、ちょっとごめん一回ミュートする、はいすいません今日さ祭り行ったんやけどさ、むしろ鬼滅に全集中、いちご飴食べたの、てってそしたらさあ私いちご飴食べた、あ待ってそう映るけやばいやばいやばい、映ってない映ってない大丈夫だけど落ち着いて、えなんかいちご飴が垂れてきて同じような色、え確かについちゃったの新品が、あまねさん、あまねさん登場でねなりました、あまねさんこれえ知らん、楽しそう、おのぴーさん、とうとうありがとう。嬉しい。ありがとう、おのぴーさん。やったありがとう。やばい。あー、いたぞ。二人とも、あ、読んだ。テレビがない。テレビ、あ、テレビないの、今。それはね、じゃりさこ言おう。今、鬼滅の、え、なんか、あまねさんが登場したって言って。あまねさんが来た。遠すぎてイベント参加できるチャンス少ないがガチで一番行く、そうでもね、これそんな片手になんか危険なもの、メトラさんありがとう、でもどうなんだろう、遠いよね、確かに遠いかも、えでも多分どこ住んでらっしゃるのかな、頑張って東北の方、え東北の方リサ子のとこもいらっしゃるよ、そうなん、うん、いやもしいらっしゃったらすごいよね、明日が楽しいね、ドキドキして味噌汁7杯しか、えめっちゃ飲んでるやん、さっき大盛りご飯4杯食べた、やばすぎだろ、健康的すぎ、大阪行くとみえもんだから、あじゃあリサ子のとこ来てくれないってことか、みちんといちごのろ木の呼吸やで、2人おそろで来ていいのかと思った、あ全然おそろじゃない、全然おそろじゃないよね、ごめんなさい、カラオケ教師さん結婚してありがとう、ありがとうございます、その刀で僕を刺してください、えやばいやばい、えやばい、何でもない、何しても唇エンドしたわ、何て言ったの、んその方でも刺してくださったらこれ向けちゃった普通にあご飯ふっくらしたご飯だもんね、ご飯よ、チュ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 、鬼滅にハマる世代でもないし、なんか笑ってんだけど、え鬼滅は別に世代関係ないですよ、鬼滅、あえ来たよみんな、そうトモさん仙台住まれてる、そうなんだよ、呼吸きた、早く研究生ツアーのメンバー発表、そうだよね、来たよ、そうだよね、リサ君も早く、えね本当だ、手の色似てる、やだ、皆さんにお知らせして、やだ無理、みんなどこ来てくれるのかな、仙台から広島で6万焦った、壇上乗ってて焦った、え確認する、6万超えるのやばくない、往復でやばし、それあ本当や、なのに来やば、ありがとう、ちょっとそうなの、こっちで発見しちゃったよ、トモさんもすごいありがとうございます、本当に仮想圏の呼吸、で今はねオンラインもありますので、おかしいよね仮想圏の呼吸、ありがとう、ええ何が起きてるの、霞すぎる、みんな霞パーティーしてる、当選しない人もいるの、あそうなんだ、えじゃあリサ子の一回申し込むだけ申し込んでみる、やだったら切ったの、えこれ切ったの、え、切ったん、え、勝ったよもう、え、どういうこと、もうごめんなさい、えいよー、まあでも首切っても死なない俺もいるもんね、え、それなえ、でも玉はすぐ死ぬよ確か、なんか目ん玉やばくないこれ、これは目が口なの、目が口なの、目は口か、目が口で口が目か、目が口、違う、それイコールだから、目が口で、え言ってるって、目が口で歯が口、えどういうこと、何言ってんですか、ごめん、何でもないよ、ごめんね、ごめんなさい、タノさんご無沙汰なのに星にしか見えない、ご無沙汰です、霞パーティーしてる、楽しみにしてる、リサ子もありがとう、待ってる、気持ち悪い、いやお晩です、リチャが山口県になります、願っています、気まず、ちゃんと見とかな、それな、まだね分かんないもんね、10人じゃないの3期生ツアー、14人じゃないよね、でも広島中、あ最終日だけ全員、そうだよ、そうそうそう、先輩もいる、やったね、大阪のリア、そうなんだよ、ありがとう、ふっくらしたご飯さんいい名前、ありがとう、来てくれるのかな、目は目ですよ、え違うんだよね、じゃ目が口なの、あリサ子目は目って言った、え待ってどういうこと、あえかっけー、この人誰、ノイくん、
おお、やるやん。むいくん、むいくん、おめでとうございます。強すぎ、強すぎん、ちょっと汗なんですけど、強すぎで、うん、勝ったんですけど強すぎる。2人の鬼滅実況おもろすぎ、あ、ごめんなさい、最近みつりさん出てこんな。ではりちゃん、明日よろしくね。よろしく、お仕事頑張って。あ、シム入った。一般のお宅のお店のこと知りたいです。じゃあもうお話ししましょう。広島がね、個人だったら絶対覚えれるから話そうよ。清水さんと仲良くなったきっかけ、ビンゴの神様ご無沙汰してますか。清水さんと仲良くなったきっかけは、数秒間でアクリル板にシャッターが降りるじゃん。強いな、強すぎん。そうだっけ、でも話せることは確か、3期は箱押しだけど利益を切ってこと思った。なんかさ、東北の方多いですよね。ありがたい、別に東北にも限る、ありがとうございます。本当にまま兄ちゃん外国向けめっちゃうまかったよね。アイドルやってよかったなって思ったのは、カツラ向きうまと思ってびっくりした。いろんな方に明日よろしくね、よろしく待ってるよ、知ってもらえるから、なんかこんな貴重な、なんかある広島経験はないなと思って。あ、研究生ツアーの最終日が広島なんですよ。明日北清水の2人にとんでもない秘密をします。なんだ、カラオケさん、ハートありがとう。ちょっと肩を刺してる自分に、ずっとありがとう、刀を自分に刺す配信してます。え、パワプロとコラボしてるの鬼滅。そう、聞いてないんですけど。えー、すごいねえ、うっちがそっち行っちゃった。うん、これなんや、この花、ありがとう、うっち。研究生コンサート発表はよね。そうよね、今日までイチゴ通って覚えてもらったの。つやりさか覚えてもらって自分も行くつもり。えー、やった、待ってます。あれだよね、じゃあさ、そのもし隣でお話し会か、隣で浮気してる方と連番してください。パワプロか、パワプロ大阪、ログインでもらえるらしい。え、ログインしただけでもらえるの。ありがとうございます。レンチの同期はみんな大好き、え、優しい心、マイペースな配信、優しき心を共有してるね。ヒガンバナ、ヒガンバナ、なんか何今の、なの、へぇ、今さ、アリサコ笑い方がすごいわざとらしかったからさ、へぇって言っちゃった。うん、花束ありがとう。こんばんは。始まった。やばい、ちょっと広島だったら絶対行く。待ってます。清水さん、先生のこと、先生、ごめんな、何、清水さん気になったって。おいふうさん、めっちゃ可愛い子ぶ、ありがとう。おもろすぎる。りさこの配信だったら先生で、あ、そういうことか、かわれさんが先生ってこと。めっちゃ可愛いね、ありがとう。今日は今出せてりさ、思った、くみとらさん、りさこの部屋ずっといてくれてんの。え、そやな、ありがとう。小声って言っても隣やからもう聞こえてきてるよ。明日のね、ぶちかすかって向かってるの。オープンな喋るやつやばいよ。明日の日中だからありがとう。よろしくです。きちんと挨拶しに来ただけありがとう。ね、それな、小声がね、小声じゃないよね。先生さすがです。呼ばれた、おっと、ご本人降臨。大丈夫そうですか。じゃあどうしたの？あ、どうした？やばい。死ぬんかな？生きろ。全然死なんから大丈夫だよね。終わるじゃん話。うん、かわいい、キューさんかわいい、ありがとう。あー、かわいそう、目ん玉潰れとる。ごめんなさい、話に集中しすぎてました。ねえ、頑張って、心肺停止。全然生きてるから大丈夫、ごめん、ネタバレして申し訳ない、ネタバレすぎる。明日報告本、噛んだ、報告本ムルム、そう、明日報告本ムルムです。イエイ、パーカーしっくりくる、ほんとパーカー似合っとる。え、りさこがパーカーだよ。違うよ。ええ、じゃあ分かった、2人ともパーカーでしょ。りちゃんはどんな感じで釣る人なのか。え、りさこは釣るっていうか、褒めてくれたら、モノピーさんや、かわいい、ありがとうとか、なんかありがとう、双子ちゃんに見えた、双子ちゃん個人で違いすぎん、お話オンラインとかあったら、なんかまあおいみたいな。煉獄さん、何ね、これ、煉獄さん、何今の顔。
うるさすぎる。あー大好き。柱として共に頑張ろう。おお。これさ声ちなみに聞こえてないんだけど今勝手にアフレコした。みっちゃんの目が見えた。煉獄そうよもやよもやよもやだ。放課後ホームルームのネタ募集えしてないのだからこれから考える。刀つばそうよろしくよろしく。煉獄さんね、煉獄さん登場した。なーに、何も喋ってなかった。ちまったな。みっちゃんオーディションの頃から比べてだいぶ垢抜けてほんとですか、ね、やったつながったな。嬉しい。あーゆういちろうくんだ。なんかでもオーディションの時はガチでみんなさこれ胃腸が待ってるじゃん。胃腸の花言葉に意味があるんだよ。知ってた。肌黒くてラメつけてアイラインバカ長くてとりあえず JK 感のやぼったいメイクしてたからなんかしたわけ。怒られないと信じてる。それ振りですか。静か気になった。怒ってほしいってことですか、うん、大丈夫そう。こんばんは。でも明日は本名を把握 してやるから個人情報をつかんでやる。そんなことナッシングだけどありがとう。おっとおっと、あ、タンジロタンジロ久しぶり。タンジロねずこは、ねずこ、ねずこ、はい、手作りねずこ。ホームルーム押しで言っちゃうけど大丈夫。大丈夫大丈夫だよ待っとるで。でもさあのあれよね、なんだっけなんだっけなんだっけな、なんだっけ、最近誰かをこの部屋から出禁にした、うん、ありがとう。どういうこと。誰かをこの部屋から出禁にした。どういうことどういうこと。どういうことどういうこと。この部屋ってどの部屋。この部屋いちご、この部屋どういうこと。分からん。京都のネタを書いてしまった。明日のネタ考えないと。そうだよ、考えて明日のネタ。なんか JK 的はご挨拶程度に。全然とりあえずスカート短くして髪巻いて。花言葉は何。食べる前に飲む。分かんない。めっちゃもうギャル系 JK やったけど一応の花言葉違いますよ。なんかこれ人情前じゃなくて。そうだよ、うるさい。名前分かってる。あの調子乗ってた JK なんですけど吐く終わってからは、ね、でもいいな。アンジュさん静かにアンジュさんに会いたいな。息をする心の CD 受け取った。お、ナイスじゃん。そっか、大阪の文化、うん、ありがとう。サンヤにも全部把握されてる。推しなら耐えます。おっとっと、そうダチョウ大丈夫なんですか。いないからね。そうだよ、もう終わりました。大丈夫なんですか。ブームブームはちょっと。サンヤンさん、サンヤンさんどこ、どうだっただもしかしてルームのこと。あ、ルームのこと。先生に言われる。ねえマジで声やばい。絶対でかいよ。本当にうるさい。うるさくはない。ちょっと気持ち悪い。気持ち悪い。ちょっとぬくもりを感じちゃったの今。ごめんね。ちょっと炭治郎みんなごめん。炭治郎見るね。スカート短いって先生言われるのってめっちゃ愚痴ってた。なんで逆に今日そんな声ちっちゃいの。いちごが大きいから。おかしいじゃん逆にさ。違う違う。大きいから。うん、なんかあちっちゃくしないでと思って。わかんないわかんない。いつもでもそう。普通に喋って。そう、そんぐらい。何いちご今。ガチごめんの。だから、すごく控えめに喋ってる。すぎる。待って待って、炭治郎が 大ピンチなんだけど、みんなどうする。炭治郎に何があったの。何してくれるの。そう先生にさ。いや、私が代わりにやるよ。先生にさ。食べられた。食べられた。で聞いて、リソコの JK 時代さ、うん、先生がさ、聞いてない。ごめんごめん待って、今ちょっと炭治郎忘れどころじゃない。先生さ、炭治郎、炭治郎。3人ぐらい下駄箱行って、先生3人いないの ?2 人？普通に女の先生もいるんだけど。あ、彼女さんや。これは優勝候補。はい、清水。はい、清水。はい。言ってもさ、スカート。さえ読んだらね、さっき橋本さん見たぞ。足が伸びたんですよ。それは、あの、こっちも大変。リソコ。やっぱ19は一番やばかったのが、いいの、いや、いない、帰りに普通になんか友達とめっちゃ楽しくて、ランスブレイカーでありがとうやばいなって一人で帰ってた。そしたら先生が目の前から来て、通りすがりにカンロジスカートって書いてた。カンロジさんかわいい、はい、スカート短い JK を恐れて生きてきたからマジで怖い。短い方がかわいい。66人奥田さんおる。ほんと、おいおい奥田いるんか。奥田え、本当だ。見て、ゆうないる。奥だ。言わず、みつりさん来たね。みつりっち可愛すぎ。瀬戸内には清楚が似合う。奥だ。清楚なろ。ダチョウネタの清楚だ。そうなんだ。でももう大丈夫です。こんばんは。こんばんは。そうなんだ。でもそうだよね。みつりっちがいじられるのは盛り上がって、オーディション時代も
ちゃ楽しかったの確かだけど、まあ、え、みつりさん可愛すぎ、終わったのでね。ねえ、みつりち可愛いしかっけー、無理。声ちっちゃい、聞こえる？なんでゲ、おかしいってそれ。え、マジで、え、怒ってる？おかしいって、声がちっちゃすぎて。普通に喋ってたって、普通に喋ってたの。今日もできない、その。え、なんか遠慮しちゃう、やっぱ。え、なんか不仲説流れちゃう。中かも。終わっちゃった。決まぜった。終わったんですけど、決めず終わった。え、ちょっと一回ボリューム下げてみて。ちょっとだけ。いいよ。で、りさこもちょっとでかくしてみるわ。奥だ。ゆいにゃいるの？コメントしているの？ゆいな。ゆいな。こんばんは。まあ、さ、いつもさ、声ちっちゃいって言われるんよ。うん。でもなんか大きくなったと思う。姿勢と同じ。良くなって、マジで。次週上。終わった。続いて終わった。終わったな。ふなかな。え、りさこと私。不仲なんじゃないの？犬猿の仲。仲なんです。判断が早い。もう早い方？判断が。判断が遅い。うん、目が痛い。判断が遅い。いちご部屋に置く。え、ゆいにゃんは今いない。いないですよ。あの間さすがに長期的にいじるのは。ちょっとガチっぽくやめて。気が引けるなって思った。ああ。あの方のどういう、ね、え、でもあの方のは。そう思われて。うねるらしいよ。申し訳ない、梨紗子がずっと引きずってたから。来週も2人で鬼滅配信、うんね、真剣な話してた気がします。あ、全然いいよ、全然いいよ。こんばんは、こんばんは。やっほー。だから皆様これからもギフちゃん、おい、ギフやろ、はい、よろしくお願いします。終わったね、終わったね。剣は剣なのよ。梨紗子も優しいから出禁に、なんて出禁の、出禁って何、出禁に出禁っていう、あ、出禁どじゃれ、できんできんってこと？そういうこと？できんできんは。ちょっとさ、もうちょっとさ、近づいて。そう、できんにできんの、りさこ。やば、待って、りさこ、1時間やってる。岐阜いるんやろ、岐阜。じゃあ、ちょっと、しゃべったらおかしい。さっきりさこはって、いちごの部屋、方でやるわ。りさこ、映っていい？うん。どっちがいないで、どっちが去る？では、勝負、最後に、壇上を読みたいと思います。プレミアムバンダイレノグさんの折れた刀。13位ウッチーさん、12位チューチューさん、11位アナピーさん、10位ピンククラウドさん、9位カズさんさん、8位クミトラさん、7位山の山さん、6位 DD48 さん、5位ウィンパティさん、4位カロキョリさん、3位カイバレさん、2位レグルさん、みんなそうやってミツリに釣られてくんだろう。そして地上波は予告ない。ヒューさんです。地上波は予告ない、あ、ないの？ありがとうございます。ピエンなんですけど、ありがとうございます。ちょっとごめんなさい、充電してるんですけど、携帯がこれ以上熱くなったら爆発しそうなので、え、待って、触って、マジやばい、携帯めっちゃ熱くね、熱い、やばいよね。煉獄さん、だからあのいちごの方のルームで映るので、 VS 山梨のところ、またあのすぐチェンジしますので、ありがとうございました。ひーちゃんもいる、ひーちゃんもいるの、え、どういうこと、見つけたもん、みんな。ありがとう、教えてくれて時間。え、でもさ、60何とか位にいるんですよ。そう、熱やばいの今。だから、今からいちごの部屋に行きます。甘露寺いちご。ということで、あるのかな、本当に甘露寺のいちご。地上波予告ない。あ、そうなの。やばいわ、有名。むずりちゃんはヘビ。ヘビバス。嬉しい、ありがとう。配信ありがとうございました。こちらこそ。ということで、明日は放課後ホームルームで、大阪にね、もしも、お話しいいなと思ったら、明日のうどん、え、5日の明日の、ね、あれ、お昼の1時までなので、皆さんもしよかったら、申し込んでください。みんなありがとう。じゃあねー。バイバーイ。見て、早すぎて見えない、すいません。ギフト読ましどっちも瀬戸時に関係なくて、え